京次郎一家の船。京次郎も現れたか。これでもう安心だ。やめ、あやつ一体何のつもりだ。沈めるのも悪い。こちらに向いた大砲だけ使用不能にさせてもらった。何が起きている。赤鞘のお侍さん方、しゃ、花の都のヤクザ者、人呼んで居眠り京四郎と申す。あいつこっちにつく気なのか。敵だったんじゃないんですか。まだあいつどういうこと。あなたはオロチの手下、拙者たちに何の義理が。とかく思い出すのは金さん。金さん、もしやおぬし源次郎か。見違えたろうな。金さんたちの帰還を知った時、すぐにでも名乗り出たかったが、通者に正体をバラされ、俺はオロチに消されていた。共に行くぞ、赤鞘の侍たち。準備は万端だ。だが時は満ちた。いざ鬼ヶ島へ。共におでん様の無念を晴らそうぞ。うわ